まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身の得点でですね、全国大会に近づいた、重要な得点だったかなと思うんですけど、先ほどの得点の振り返りお願いいたします。まあ、左サイドバックのソラさんという人が、まあ、いいクロス上げてくれたので、まあ、自分はそこに入るだけで、当てるだけのいいボールが来たので、まあ、決めてよかったかなと思います。ありがとうございます。まあ、決めた時のなんか心情などがあれば教えていただけますでしょうか。いやまあ最近公式戦であんま点決めれてなかったので、はい、まあ、決めれてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。次の試合でですね、全国大会が決まると思うんですけど、こちらの試合の意気込みいただいてもよろしいでしょうか。いやまた自分が点を取って、まあ、チームを勝たせていきたいと思っています。ありがとうございました。